手立原道蔵突然が僕を驚かす僕はその時発見したのだ一人の少女は誇りに混ざって電車に乗っていた朝の空気が僕たちの間を流れる僕たちは目と目でそっとうなずき合う ちょうど知らない人間同士がするように。それから僕は何でもない数字を計算する。しかし僕は自分の苦痛からはみ出そうとするこの企みに失敗する。すると僕は動けなくなる。ぼんやり窓のところを見つめるきりだ。街が走り去ってゆく窓のところ それが初めて出会ったその少女だっただんだん上手になってゆく想像僕のそばでうっとり息をしているカモシカのような柔らかい瞳遠近のある少女の体しかしそれは少しも彼女に似なくなる僕は四分の一の大きさの彼女をしか知らない やがて僕は海の底にいるメクラの魚のように苦しくなり出す。これが僕の愛情の兆しだった。そして僕は朝の電車で彼女にしばしば出会うのだった。ある日、僕は親しい友人にそれを打ち明ける。その友人が 秘蔵の写真のような僕のその少女を知りたがり始める。一種の恐れで僕は得意げな顔をする。それから僕は訳もわからず顔をあからめる。友人同士が一緒にうまくやっていくのは彼らを裏打ちしている苦痛のおかげに過ぎないのだ。僕とその友人は電車に乗る。 僕たちの向かいに三人の少女が座る。すると彼は慌て出す。そして僕にそっと囁く。その一人は彼の知り合いだと。僕はわざと知らない顔をさせる。彼の方に変な線が浮かぶ。と、同じような線が向かいの少女の顔にも浮かぶのだ。 僕一人が悪くはしゃぎ始める。向こうの会話は何も聞こえない。笑ったり目を閉じたりする動作が僕たちのそばへやってくる。僕はこんな風にして愛情の中へ沈んでいった。自分ではその沈んだ深さを測定できない。その結果僕は自分の愛情を 見誤るのだった。そして慌てて彼女に手紙を書く。だがそれをいつまでも彼女に渡せない。僕はそれをポケットの中にそっとしまったのだ。学校の行き帰りにポケットが気になる。時間がその手紙を感情の染みで古くしてしまう。 うまい機会がやっとやってくる。それは午後の坂道だった。僕はその少女とすれ違った。すれ違う汽車の速力が何も見せないように僕に何も知らせない。僕は急に決心した。そして彼女に手紙を渡したのだ。彼女は頬をあからめた。 坂道をずんずん登りながら僕は立ったまま彼女の靴の鳴るのを聞いたするとかすかな心配がやってきたすぐに彼女の返事が待ちきれなくなる翌日は雨だった雨だれの音が体の中に入ってくる幾日もの間 不要だった一切が急に必要になる。僕は自分を騙すために詩を作る。手紙。一つの返事が来ると、それに返事したい新しい欲望。推薦の匂い。郵便切手を洒落たものに考え始める。 毎日通う学校や友人がうるさくなる。僕は病気の真似をする。彼女の返事は来ないのだ。こういう時、彼女の肖像を想像することは、かえって彼女を忘れさせる。それは、待っている時間は、待っていない時間よりも、その待っているものを見えなくするからだ。 僕の中でだんだん一人の少女が逃げていく。僕にはそれを追うことができない。そうして毎日、昨日に増した苦痛がやってくる。昨日は過去だ。過去は手術しない。僕は苦痛の中でぼんやりしている。 僕が時計のカドランから読むのは、要するに数字に過ぎない。僕の期待と無関係な時間なのだ。ある夕方、僕はいつかの友人と一緒にこの間の坂道を歩く。僕はわざと陽気そうな笑い声を立てたりする。それは一線どうかの裏表のように、 苦痛にすぐ近いものなのだ。すると、偽物の意地悪い天使が遠くからやってくる。僕は最初、優しい顔をしてみせる。そのおかげで、だんだん僕には今起こっていることがわかるのだった。僕は、急に水のような空気を感じ出す。小さな魚や古靴や、 油や顔。そばにいる友人が不思議そうな目で僕の横顔を見つめる。彼には何もわからない。僕はそうして僕を立ち去る。僕の肋骨や足につまずきながら彼女から立ち去るようなふりをして。しかしその時彼女は僕たちと すれ違っていた。